浜あぐり物語。ゆきからだ。やっほー未来、元気？うん、元気だよ。ゆきも元気？みんなにも会いたいな。これ見て、今ハマってるお菓子。あ、その大学芋、おいしいよね。知ってた？この味、めっちゃ好き。楢葉町のさつまいもを使ってるんだよ。芋が違うって思ったよ。本当にわかってる？とにかくこれ見て。どれどれ？福島シロハトファームでアグリデザイナーとして働いています。ちょうど1年前から楢葉町、楢葉町民になって1年経ちました。家族3人で楢葉に住んでいます。まあ、メインの仕事としてはさつまいもを栽培するっていうところになるんですけれども、生産始めたのは2017年ですね。社員は5人いるんですけれども、そのメンバーは楢葉町じゃなかったところから僕みたいに移住してきている若手メンバー、20代のメンバーっていうのが多くて、毎月なんか飲み会開いたりだとかするぐらいなので、結構コミュニケーションは密に取ってるかなと思ってます。僕も最初福島って寒くて作れないんじゃないかなとか思ってたんですけれども、やっぱこの浜通りで十分に気温も確保できますし、しっかりさつまいもの栽培ができる環境にはあるなというふうに思ってます。実際去年もしっかり単収 2.5 トン超えるような畑とかも出てきてますし、十分に気候は向いてるのかなと思ってます。で、あとスタッフとして一緒に働いてるメンバーは楢葉町の方もいれば、いわき、富岡とこの周辺の浜通りの人たちが一緒に働いてくれてます。なかなかこう経験者ばかりでやっているわけではなくて、未経験メンバーでこう新しい農業の形を作ろうというふうに福島シロハトファームでは動いていますので、いっぱい失敗を繰り返しながら、それをこう早く改善していって成功に近づけていくのをうちの会社では大事にしていますので、この貯蔵庫は全部で4部屋あるんですけれども、キュアリング倉庫とお芋を熟成させる倉庫の2つの機能があります。この2つの機能を兼ね備えた貯蔵庫っていうのは日本一の大きさのものになります。今は紅はるか、紅まさり、シルクスイートとお芋のパウダーやペーストになって、いろんなお菓子に変わって全国に流通しています。福島シロハトファームで採れたさつまいもとそれを育てている畑は全て検査機関で安全を確認して出荷を行っております。6次化っていうところが僕の中ではキーワードで、加工場は今楢葉町の方で設立を、稼働開始を計画されておりまして、さつまいもの栽培から加工、そして販売っていうところの6次化全てがここの町内でやることができるようになります。お祭りのような形で地域のいろんな方に実際にこの場所に来て参加してもらえるような、そんなイベントに育てていきたいなというふうに思っています。楢葉町ってその J ビレッジもあって、ここで農業もできて、川もあって、海もあって、山もあって、すごいコンテンツがいろいろあるので、多分全部つなぎ合わせたらめちゃくちゃ面白い場所になると思うんですよね。その中のなんか農業体験とか農業的なところは仕事とかに流したいなって、必ず日本一になろうっていうのがずっと言ってることなので、スタート。福島浜通りから新しい農業。農業ってなんかいいよね。楢葉町のお芋めっちゃ美味しそう。なんかいいね。実はさ、今度の連休家族で浜通りに行ってみようって話になってるんだ。本当？嬉しい。美味しいものもいっぱいあるからね。太っちゃうじゃん。でも楽しみ。トマトでしょ、海の幸はカレーでしょ、飯カリでしょ、一つ一つ
実現する福島